第34回中国地区ブラック&ホワイトショーは日下部にある全農岡山県本部総合家畜市場で開かれました。中国5県と兵庫県、京都府の優秀なホルスタイン牛を集め、乳牛としての資質を競うことで今後の酪農の発展を目指そうと中国地区ホルスタイン改良協議会が毎年開いています。開会行事に続いて始まった審査は、お産の有無や年齢別に11部門で行われ、それぞれの部門に合わせて95頭が出品されました。このうち真庭市内からは酪農家や中国四国酪農大学校から合わせて11頭が出品されました。毎年賞には酪農家と並んで中国四国酪農大学校や農業高校も出品していて、次の世代を担う若い力に期待が寄せられます。この日審査員を務めたのは、数々の賞で審査経験を持つ北海道ホルスタイン農業協同組合の田井道弘さんです。田井さんは鼻先から尾までのラインや骨格、年齢に応じた生育状況や乳牛としての美しさなど、前後左右から一頭一頭に視線を送っていました。ショーでは牛を引く人のテクニックも必要です。審査員の動向を気にかけながらも、出品した牛が最も美しく見えるよう綱を引いたり、牛の姿勢を整えたりしていました。それぞれの部門の審査が終わると、その都度審査結果が発表されました。チャンピオンに選ばれた牛の生産者にはトロフィーが贈られ、関係者らが集まり記念撮影をして喜びを分かち合いました。第34回中国地区ブラック&ホワイトショーの結果はご覧の通りでした。